どうも皆さんこんにちは、中豚です。よろしくお願いします。ということで本日の動画は視聴者の毒親エピソード、よろしくお願いします。久々の毒親エピソードということでね、本日もね、視聴者の方からたくさん毒親エピソードが届きましてね、まあ300通ぐらい届いたんですかね。半分以上はまあ笑えないやつでした。それそうだ、毒親エピソードなもの、普通やっちゃダメだ、やっちゃダメなんですけど、僕がですね、毒親というものをちょっとマイルドに、できるだけね、マイルドにしてお届けできたらな、というね、毒親をマイルドってちょっとわけわかんないね、言葉ですけどね。できるだけマイルドにして、皆様にね、お届けできたらなと思いますので、本日もよろしくお願いします。トイレは2分で済ませっていうことで、これ大変ですよ。2分って意外とね、立つの早いですから、しかも、台ね、台やってる時って意外とこうね、まだ出るかみたいな、まだ出るのみたいな時ありますからね、その時大変ですよ。でね、親がこうストップウォッチ持ってね、待ってるんですよね。はい、2分よ、2分よ。出る出る。で、出た瞬間からこのストップウォッチ押すからね、はい。スタート！はい。2分よ、2分よ、とか出て、わかったよって言って、プッシュ、プッシュ、1分50秒後とか言ってね、はい、もう、2分経つよ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 。はい、2分、はい、トイレから、トイレから出てるとか、ちょっと待って、出てるか、残尿が、過干渉な方の毒親です。高校生で県外アウト、スマホ2時間、門限6時です。これ大変ですね。高校生で県外アウトってね、じゃああれどうするんですか？東京都と神奈川県の境目ですね、反復横跳びしたら大変になるんじゃないですか？こっち神奈川県で、こっち東京都でね、こうやってね、お母さん見て、って、あんたなんか産まなきゃよかった、生まれてきてくれてありがとう。あんたなんか産まなきゃよかった、生まれてきてくれてありがとう。あんたなんか産まなきゃよかった、生まれてきてくれてありがとうってね、神奈川県の方にね、こうやって突っ立ってたらね、あんたなんか産まなきゃよかった、あんたなんか産まこの子ね、最近までおもらししてて鼻くそ食べてたのよーって彼氏に報告された。かっこ最近って2歳の時、これはかわいそうで、2歳の時のこと言われてもね、これどうするんですか？お母さんたまに記憶ごちゃごちゃになりませんか？そのなんか昔の記憶と最近の記憶がね、なんかごちゃごちゃになる時なんてあるでしょう。彼氏さん、この子ね、最近までムーニンマのティーバッグ入ってたのよ。お弁当の卵焼きに激量の七味。私の親がですね、毒親ですね。お弁当の卵焼きに激量の七味を入れるわけですよね。もう食べるとき火を吹くぐらい辛いっつってね、大量の七味は入ってるのに、毒親なもんで愛情が一滴も入ってないんですよ。山田くん、座布団で脳天引っ張らないで。高校に進学する際、母に占いで学校を決められた。何このパンフレット。高校のパンフレット、見せて。みゆき、普通科はやめてください。みゆきは普通科似合わない。今朝ね、ママ、目覚まし占いを見たのよ。そしたらね、みゆき1位だった。ラッキーアイテム何かわかる？ウッド調のもの。ウッド調のものがラッキーアイテムだから、みゆき、工業高校の建築家行きなさい。ね？建築家。うん、普通科ダメ、建築家。ね？建築家だと、ウッド調のもの扱うでしょ？木材をトントンするでしょ？うん。そしたら、トントンするために、みゆきの運勢が上がっていくから、トントンしなさいって。違う、普通科じゃなくて、トントンしなさいって。工業高校の建築家行って木材をトントンすれば、運気が上がっていくから。違う、普通科ダメってするでしょ？木材をトントンってしなさいって。トントンってしなさいって。普通科じゃトントンできないでしょ。でも、建築家行ったらトントンってできるでしょって。先週のね、目覚まし占いもね、みゆき2位だったのに、その時のラッキーアイテム何かわかる？プラスドライバー。お前なんか産まなければよかった。かっこ失礼。なんでこんなこと言うの？ねえ、せっかく生まれた子供をさ、お前なんか産まなければよかったさ、いや、お前らが勝手にさ、機嫌が悪いからか、学校から帰ったらなんか怒られて、野球の練習、母の気が済むまで家は入れませんでした。これ怖いですね。野球一家かなんかですかね。お母さんがノック的なことをするってこと。ヒステリックノックお母さん、ヒステリックノックお母さん怖いですけどね。今からね、ノックするからね、100回連続取れなかったら、返さないからとか言って、ドラーとか言って、うわーとか言って、違う飛び込み方はこうとか言ってね、行くわよ、オラーとか言って、うわーとか言って、違うサード戦の取り方はこう。夜中の3時にいきなりヒステリックを起こす母親、おかげで毎日が楽しいです。解決。卒業旅行行ってたら毎秒何してるのライン来た時、さすがにゾッとした。これ綺麗だね、ピコ。ちょっと待って、お母さんからライン来ちゃった。
あんた今どこで何してるの？卒業旅行で京都行ってるって言ったじゃん、ピーコン。京都で何してるの？金閣寺見てるんだよ、ピーコン。金閣寺なんで見てるの？観光で見てるんだよ、ピーコン。金閣寺なんて建てなきゃよかったのに。鮭飲まされる、これどういうことですか？鮭一気飲み、その親が熊とかじゃなければね、これ意味がわからないですけどね、こうやって、いけ、いけ、いけ、とかで、やめてやめてよ、鮭一気飲みできないよ、とかで、もうやめてやめて。イクラを生成しました。大戸屋で5時間大声で説教。当時私は小4。説教の理由は肉を噛み切れなかったから。これはひどいですね。これはひどいですよね。まだ小学4年生なんて、もしかしたらね、まだ歯が丈夫じゃないかもしれないですからね。なのに、大声で説教ってね、しかも周りの人でも迷惑だしね、かわいそうだし、わかりました。ね、あなたの代わりに、今、親御さんに僕は説教しますね。ね、なんでそんなこと言うんですか？ね、肉噛み切れないだけで。ね、しょうがないじゃないですか。小学4年生、まだ歯がね、できてないかもしれないじゃないですか。大戸屋の肉で噛み切れないとか言ってたら、じゃあ、あなたじゃあスタミナ太郎の肉噛み切れるんですか？スタミナ太郎の肉勝てえぞ。スタミナ太郎の肉勝てえぞ。じゃあ、噛み切れるんか、お前はな。親御さんよ、親御さんよ。スタミナ太郎の肉噛み切れるんか、硬い、全部硬いんだよ。その、ハラミやカルビやもう豚バラも全部勝てんだよ、あれ。ホルモンやら、全部勝てんだよ。噛み切れるんだよ。しかもね、もう目を離した隙に炭になってるっていうね、すぐね、炭になるんですよね。もうすぐね、真っ黒焦げのね、肉がね、生成されてね、もうどうするんだどうするんだってぐらいね、木炭焼いてたっけって、網の上で私木炭焼いてたっけぐらいね、もうすぐ真っ黒になるんですよ。噛み切れないし真っ黒だし、スタミナ太郎は綿菓子屋さんです。スマホ近くに置いて寝ようとしたら電磁波えぐいって言ってスマホぶん投げられます。これ怖いですね。なんかそのなんかバズってる動画で見たことあります。なんか電磁波出てますけど、なんかその報酬受け取ってますかみたいな、そういうことです。こうやってじゃあおやすみね、おやすみね、じゃあお母さん隣寝なさいよ。ね。久々いいから。ね。寝なさい、あんた隣でね。はい。じゃあここね。寝てね。あの頃思い出して。ね。あの頃思い出して、お母さん隣で寝て。電磁波えぐい！電磁波えぐい！スマホ！電磁波えぐい！報酬受け取ってますか？あの電磁波出てるやつから報酬受け取ってますかって。このスマホぶっ壊すから、テクノロジーをぶっ壊せ。はい、テクノ。ミッキーとのツーショット送ったら、ミッキーの方が顔大きくてよかったねって言われて、こんなひどいこと言わないでくださいよ。ねえ、可愛い娘さんでしょ？わかりました。じゃあお母さんに LINE 送りましょうかね。あの3匹の小豚の写真と一緒にブーンを添えてね、送りましょう。あの、新メンバー募集。おばあちゃんからの入学祝いのお金、多いからという理由で全額返金されました。わらわらということで、とりあえず笑っときましょうか。あはははは。全額返金という名の海物語全都化し、中村やばい、ママが YouTuber になろうとしてる、撮影よろしくって言われた、はっていうことで、これは最悪ですね。令和が生んだ化け物です。これは最悪です。お母さんが YouTuber は最悪ですからね。皆さんこんにちは、水金です。なんで水金かと言いますと、パートの日がですね、水曜日と金曜日なので、ヒカキンさんをもじって、水金にしました。よろしくお願いいたします。YouTuber といえば、メントスコーラですよね。私は一味違います。本日の企画は、筑前煮。みりん、授業参加で、ね、自分の名前が書いてあるキララってうちわを持ってきたけど、これ最悪ですね。応援グッズみたいな、そのなんか、推しのアイドルの応援グッズみたいな感じで、キララ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 、はい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 、キララ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 、はい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 、みんなが手こずる方程式。財布、スマホ、カバンの中すべてチェックされる、スカート禁止、異性関係禁止、お泊まり家世紀末のアイドル、ヘアアイロンでフェンシングっていうことで、これはどういう状況ですか？ヘアアイロンでフェンシング？これあの、なんかその、パーマを勝手にかけてきたから、このお母さんが怒るみたいな感じですか？プチン、プチン、プチン。何あんた勝手にパーマかけてきてんの？ねえ。パーマかけちゃダメって言ったよね？パチン、パチン、パチン。ちょっと貸し合わせ、それちょっと貸し合わせ。パチン、パチン、パチン、パチン。宿毛矯正させるさ、宿毛矯正をパチン、パチン、パチン。炊きたてご飯を食べるのが禁止で、炊けた瞬間冷凍されてた。ディ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 
僕たちの時代はね、あの給食のパンあんま美味しくなかったんでね、今の時代わかんないですよ、今の時代わかんないですけど美味しくなかったんでめっちゃ持って帰ってましたよ。あの大きなレーズンパンとか大きなくるみパンとか、そのまずいくせに大きくすんないと思ってましたからね。あの大きなレーズンパンばっかりでしょ、冷凍庫は。冷凍庫の中に大きなレーズンパンと、あの胚芽食パンね、あの胚芽食パンって何で、胚芽って何、普通の食パン出してて思ってましたからね。ディリリ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 リ、冷凍庫は食べなさい。ディリリリリリリリ、冷凍された大きなレーズンパンでお母さんの脳天をスコーン。起きたら何もなかった。久々に行きましょうか。せーの、肉親からの差し押さえ。視聴者の毒親エピソードいかがだったでしょうか。強烈な毒親エピソードばかりでね、ゲボ入っちゃった方もいると思いますけれどもね、まあ好評だったらね、すぐあの毒親エピソードまた入れたいと思いますのでよろしくお願いしますということで、最後のエピソードいきたいと思います。最近頑張りすぎじゃない、たまには休めよ、お前に言ってるんだよ中村。あんたに応援されるんじゃなかった、ありがとう。給食のパンを持ってこいってます。小学生の頃にお母さんいます、はい来たと思います。チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。